皆さんこんにちは。2023年3月に行われた第5回 WBC で日本は第2回大会以来の優勝を果たしました。大谷翔平選手やダルビッシュ有選手など多くのメジャーリーガーが侍ジャパンの一員として奮闘したのは記憶に新しいところです。しかし WBC が始まる前までほとんどの人に知られず、大会が始まってから一気に有名人となったメジャーリーガーがいることをご存知ですか？その名はラーズ・ヌートバー選手。お母さんが日本人、お父さんがアメリカ人で、日本名は榎田達治。日本名からチームメイトにたっちゃんと呼ばれ、ペッパーミルのポーズは日本中で行われるようになりました。 WBC におけるヌートバー選手の活躍は我々の想像を大きく超えるものでした。 WBC の東京ラウンドでヌートバー選手が1番バッターとして大活躍を見せることに、このようなコメントが出てきました。おいおい、イチローかよ、青い目のイチローやろ。日本の野球ファンに絶賛された青い目のイチローことヌートバー選手についてご紹介します。ヌートバー選手はアメリカ・カリフォルニアで生まれました。お父さんやお兄さんが野球をしていた関係で、5歳から野球を始め、練習相手はソフトボール選手だった日本人のお母さん。9歳の時、ヌートバー選手の家に日米親善高校野球大会でやってきていた日本の選手たちがホームステイでやってきます。この時の日本代表はハンカチ世代と呼ばれ、斉藤佑樹氏や田中将大選手も参加しており、ヌートバー選手はこの2人と写真を撮っています。ヌートバー選手はこの年から始まった WBC に日本代表として出ることを目標とするようになります。大学に進学し野球を続けていたヌートバー選手は2018年ドラフト8巡目でセントルイスカージナルスに指名されます。マイナー時代は新型コロナウイルスでマイナーリーグの開催がなかった年もあり、週6日肉体労働のアルバイトをしていたことも。そんな中で2021年、カージナルスとメジャー契約を結びメジャーデビュー。2022年もカージナルスの一員として14本のホームランを打つなど活躍。打率はお世辞にも高いとは言えないものの、多くのフォアボールを選び、出塁率は3割超え、選球眼が良くて一発も狙えるというヌートバー選手の特徴を見て、第5回 WBC の代表候補に浮上。 WBC では初めて外国籍の選手が日本代表となりました。これに対し、日本にもっと選手はいるはずだとヌートバー選手の招集に懐疑的な声を上げる人もちらほら。本当に戦力になるのだろうかという疑いの眼差しは WBC の1次ラウンド中国戦であっさりと覆されます。初回の第1打席でセンター前ヒット、3回には守備でスライディングキャッチ、7回の打席では全力疾走で出塁を果たし、その後盗塁、おまけに8回には打席中に足がつったような素振りを見せ、栗山英樹監督が飛び出すも交代を拒否、フォアボールで出塁を果たしました。この一連の活躍で日本のファンはヌートバー選手を認め、まるでイチローのようだと称えるようになりました。その後も全力疾走や全力の守備、そして効果的に出塁していく様子はまさにイチロー氏そのもの。日本が WBC で優勝した際には影の MVP と呼ばれるまでになります。さて、 WBC 後のヌートバー選手の活躍にも多くの日本人は興味関心を持つようになりました。2022年は打率が2割2分台となかなか打てず打順も下位でしたが、 WBC 後は主に1番バッターとして活躍し、日本時間5月7日の時点で3割4厘まで打率を上げています。きっかけとなったのが5月3日のエンゼルス戦、相手の投手は大谷翔平選手で3三振を喫してしまったこと。このことをきっかけにタイミングを修正すると、翌日には初の1試合4安打、その後もマルチ安打を重ね、打率は3割台、出塁率は4割台を超え、1番バッターとして活躍しています。7日の試合では守備でも見せています。同点の9回、ワンアウト2塁3塁、打球はヌートバー選手が守るライトへ、犠牲フライでもおかしくない中、ダッシュでキャッチしたヌートバー選手はその勢いでホームに返球。ワンバウンドした送球はキャッチャーめがけてストライク返球。タッチアップした三塁ランナーをホームでアウトにし、本拠地のファンは大盛り上がり。これを見た日本人のファンは、1番ライトで打率3割、出塁率4割で、この守備と片手まるでイチローなどの声が、打順といい、守備位置といい、打率、出塁率、そして肩の強さ、それはまるでイチロー氏のようです。守備の安定感は4月の試合でも見られ、
ライト線を破るヒットで打者が二塁を目指すと、ヌートバー選手はノーバウンドで投げ、二塁でアウトにしています。この時もネット上では、イチローのレーザービームとそっくりと称されていました。ヌートバーをイチロー氏に例えて表現するくらい、その存在は日に日に高まっています。実はヌートバー選手がレーザービームを披露した数日前、4月22日にヌートバー選手は初めてイチロー氏と会っていました。現在イチロー氏はマリナーズのスタッフとして活動し、会長付き特別補佐兼インストラクターという肩書きでチームに帯同しており、自らも体を動かして選手のお手本になっています。ヌートバー選手にとって憧れの選手であるイチロー氏と会うと、ヌートバー選手は直立不動で両手で握手しており、とても緊張している様子が伝わります。およそ15分間守備のことや走塁のことを質問攻めにし、 WBC での経験についても尋ねていました。この時のことをヌートバー選手はこのように語っています。彼の WBC での経験について質問したんだ。そして侍ジャパンとしてプレーできることがどれだけ名誉なことかについて僕は彼に伝えた。野球そのものだったり打撃のことについても質問したよ。それぞれの問いにとてもオープンに答えてくれた。彼は生きる伝説、この経験を忘れることはない。その後マリナーズの本拠地だったこともあり、ヌートバー選手はスタッフに対してイチロー氏のユニフォームを買ってくるよう頼みます。そしてヌートバー選手の手元に戻ってきたのはイチロー氏のサイン入りユニフォーム。イチロー氏の粋なサプライズにヌートバー選手は大興奮。まるで子供のように喜ぶヌートバー選手はこんな言葉を残しています。恥ずかしくなんてないよ、イチロー鈴木だよ、こんな機会を逃すわけにはいかないよ。さてイチロー氏はヌートバー選手に対してどんな印象を持っていたのでしょうか。マスコミにあまり多くを語らないイチロー氏ですが、ヌートバー選手に対して笑顔を交えながらも一言残しています。ライブするなよと言っておきました。メジャーリーグの開幕戦、ヌートバー選手はヘッドスライディングを行い、その際左指を負傷していました。イチロー氏は現役時代から怪我のリスクを考慮しヘッドスライディングを嫌っています。それもありヘッドスライディングをしたヌートバー選手にちょっとした苦言を呈したと言えるでしょう。まるでイチローのようだと称される機会が増えてきたヌートバー選手。しかし実際のイチロー氏はヘッドスライディングはしないため、イチロー氏と売り二つとまではまだ言っていません。とはいえこの活躍が何年も続けば、侍ジャパンにおける不動の一番としてイチロー氏レベルの活躍を見せるはずです。今後もヌートバー選手の活躍から目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。